自分の、ね、生活とかね、状態とかね、そこに根拠を置いて奉仕に立とうとしたらね、立てないね、翻弄されるね、グラフがね。で、書いてはそれを立とうとしたら高慢にもなるしね。だから書いてね、なんかこういろいろですね、小さな罪を犯しないもんとクションとなってる時に祭壇築き直してした奉仕の方がものすごく祝福されたりするわけだからね。だから聖霊の働きっていうのは不思議でね。だからこのどう言いますか、あのね、このここに立つというね、我ここに立つとね、このまあ祭壇ね、奉仕の前にはね、そういうね、祭壇を築き直すとね、築き直すね。そしてですね、この祭壇の上にね、自分自身を全焼の生贄として置いてね、そしてこのね、神様のね、火のね、注ぎを受けるというかね、そしてまあ奉仕に立ちね、他に何の根拠もないね、自分にとってはね、自分にとっては大したものでもないしね、ただ神様のですね、贖いの恵みとね、聖霊の力によるしかないわけですね、これはね、うん、それなのに自分が何か立派なものでないといけないかのようにね、やるとですね、途端にこう苦しくなるからね。で、私自身もね、こう振り返ってみるとね、イエス様を信じてね、まあ、聖書も読んだら、で、まあ、いろいろ、しかしね、一番ね、最初にね、驚異的な確信を得たのは、まあ、前も言ったと思いますけどね、ガキア先生がね、KBI 最終巻バイブルコースでね、出演した時の、まあ、12章、ね、13節だったかな、ね、人間の家があってね、子羊の血が流れていたとね、こっちに道徳的な人がいたかもしれないし、こっちに泥棒がいたかもしれないとね、たまたまね、泥棒に入ってね、しかしですね、こうね、神様はこのね、子羊の血を見てね、ね、通り過ぎられたね。で、これはまあ言ったらね、このね、神様のですね、罪に対する刑罰の終わったというね、勝因ですね、これはね、ここは完了済みだね。そしてまあこのね、昔とね、ローマね、ね、ダビデね、殺人の会員の罪を犯した人間だけどね、しかしこのキリストのね、十字架のね、衣で覆われて罪を覆われたもののさ、ね、だからクリスチャンとは何ですか、ね、この定義の違い、クリスチャンとはですね、ね、貧困法制な人のことであるので、ねね、そうではない、ね、クリスチャンとはね、キリストの血で覆われた罪人ですと、ね、で、この確信をですね、この出エジプト記の12章のおとですね、このローマ4章のね、ダビデもまだというね、ね、そこをおっしゃるときにね、まあ、私から言わせればですね、まあ、そういうね、信仰生活はね、まあ、まだこうあまりこういう分離できない内面の状態とこの立場というこの言葉がね、あまりこうはっきりしてないんですね。だからその時にはっきりね、このね、自分の状態がどうであろうとね、この立場ね、こういう立場にあるんだね、いうことがはっきりは、それがまあ私にとって一番最初の驚異的な確信の体験だ。それから一度も救いの確信は揺らいだことがない。自分の状態の中にないんだから、置かないんだから、これはね、ここに片足突っ込んだらもう足取られますよ、これはね、救いの確信はね。だからメッセージもそうなんですね。メッセージも足の置き方をね、間違うて説教したらね、恵みから始めて立法に終わるというような説教になるしね、
会社が混乱するわけ、自分も混乱してるね。そうではなしにね、この罪の許しの出来事はですね、あの内面の状態では人間の良し悪しの問題ではないんだということで、これは徹底的にね、確認しないといけないのね。そして一生それを確認しながら語らないとね、いつの間にかこの辺が曖昧になるね。そしたら一時に元気になるように見えるからね、教会は力を失います。これはね、教会の、ね、存在の根拠はですね、内面の状態じゃなくて、こういう、客観的なね、食材の恵みの上に立たないとね、強固な教会はできないですね。よくね、大体分かる、ものすごく熱心だったのね、姿見なくなったなという、ね、人がね、時々あるわけですね。ほんで、あとでいろいろ聞くとね、ものすごく熱心だったんだけども、それの、やっぱり動機が、かなり立法的にやってるとね、やっぱり限界が来るんですよね。やっぱり恵みによってね、恵みにあふれて、コップに水がいっぱいになって、あふれてやらないとですね、水気のない時絞るように頑張ってたらね、その時に熱心なように見えてもね、やっぱ本質に問題があるわけですよね。だからそういう時はやっぱりもっとね、こういう特に義人の領域というのはね、これは一生語り続けないといけない説教ですね、これはね、自分にも確認しないといけないしね、自分はそんな立派なものないんですよ、本当にダビデほどのことはしてないかもしれないけどね、やっぱりね、人間の本質、罪の性質も抱えてるしね、で、在籍の問題も含めてね、本当に神の前にね、こう義と宣言されたものであるということのね、恵みの大きさね、ここを深くね、耕す必要があると思うんですね。それでこのメッセージはね、マケ先生が何遍も言いましたけど、で説教 の, これを中心にしなくてもね、説教の前いたら基本的な出発点にね、絶えず入れたらいいポイントの一つ、定期的に入れないとダメです。これはね、やっぱりみんなそんなに、ね、深くこういうね、義人の確信が構築されてないですからね。そして霊的なね、恵みというのは不思議なもんでね、義人のメッセージでもいろんなところから引っ張ってこれますけどもね、それをですね、絶えずクリスチャンのね、クリスチャンそのの、土台としてね、土台としてここを強固にしながら家を建てるね、家を建てながらまた地盤を強化するというね、そうしないと地震の時にね、砂や水が溶けて片家が建つみたいにね、そういう液状化現象みたいなのがね、クリスチャンに土地や街道や大きなことをやるとすると、そういう地盤がしっかりしてないところはですね、揺さぶられて群れがね、非常に損害を受けるということになるわけですね。そういう面でこう義人のメッセージね、他のメッセージはさておきね、義人の説教者説教のスペシャリストにはね、少なくともならないといけないんだ。これはね、もう第一のボタンですね、言ってもいいぐらいですね。で、在籍ということを言いましたけど、これも何遍も言いますけどね、在籍感とは違うわけなんですよね。これは私たちが、罪をどう感じるかという、主観的なね、内面の状態と関連してくるね、部分ですね。で、これは神様の前における客観的なね、法的な問題なんですね。
で、まあ、クリスチャンの、まあ、福音理解の大事なことは、清い神様の前にですね、アダムの罪と堕落によりね、私たちが罪の性質を持ってて、ね、この、滅びと刑罰が罪責を背負っているというね、これが、まあ、言ったら大前提なんですね。で、この罪責の問題を贖罪は解決するというね、これが、まあ、言ったら巨大な第一ボタンであってね、この恵みに目が開かれるとですね、私たちは大石化が癒されるというかね、これは前言ったらこれは巨大な猫、これも言われて、これは小さな石ころみたいなもんなんですね。これはだからこれとこれも分けて考えたいね。その、まあ、在籍の問題とかね、そのあたり、これは、まあ、ローマ書とかガラティア書ね、よく書かれますよね、ローマ信徒への手紙ね。これはジョン・マーレーのね、このコピー本というか、私が頼んで出したので、作ってもらったので、特に、まあ、ローマ3章4章5章あたりね、よく、もう一つはローマ人への手紙ね、公開と、あ、仲介かな、ローマ書仲介ね、仲介 ね、これはまあ最近ちょっと言ってます、ウルリヒ・リルケンですね。三巻本のローマ人の部屋なんですけども、まあ図書に入れてもらってると思ってるんでね、特に、まあ、こういうね、キリストのあがない不経験なものの、まあ、疑念ね、在籍の問題とかね、こういうことを、まあ、パウロがどういう、まあ意識を持ってね、語っているかね、深く教えられますね。このマーレーの方はこうね、アブスミスターの教授ですけど、まあ、非常に福音的な聖書に非常に根ざしたね。ビルケンスの方はもっとこう、まあローマ書というね、周辺の文献に目配りをしてですね、まあ、立体的に解き明かしたローマ書という仲介というね、感じがするんですね。まあ、両方とも、まあ、読んだ、まあ、特に、まあ、ビルケンスの方を使ってシリーズ説教でローマ書仲介、公開説教というのを11章ぐらいまで数節やったんです。まあ面白いですね。特に、まあ、この義人の問題なんかもですね、でパウロが、まあね、ローマ書の、ね、まあ、ユダヤ人だけやギリシャ人もね、全部罪人だね、という、まあ、その議論の、まあ、提示の仕方の背景にビルケンスなんかはこう、ね、ユダヤ人は特別な民族なんだというね、そういう、まあ、ユダヤ人たちの主張を受けて、それに対して、まあ、ユダヤ街道で説教したね、説教集の前にいたら、こう、まあ、総決算のようでローマ人を書いてるんでね、そういう捉え方。だから、このローマ人の手紙のね、一章からずっとね、前にいたら、パウロとね、そのユダヤ人のね、で、まあ、ユダヤ人の、まあ、街道での、まあ、論争みたいなね、こういうのが、まあ、ちょっと、まあ、背景として前提とされている。非常に面白いですね。読んでたらね、やめられないというね、なんかこうのめり込んでしまうようなね。だからもしね、もし
こう罪人でも義と認められるんだからね。そしてまあ、こう無限のね食材があるなんてね、もっと罪を犯そうではないかということになるんじゃないかってね、ローマ5章のね後半出てきますけどね。これはユダヤ人たちのまあなら、ね、パウロに対する激しい攻撃である、ね、でそれに対してパウロはね、そうではない、そんなことは絶対あるはずがないね、いうことでですね、この食材キリストのね、罪人に対する 100% のそういうまあ食材の恵み、ね、の次の次元としてね、次の次元としてローマ書の6章から8章にわたってこの十字架の食材の恵みに根ざしたね、御霊の次元というのを解き明かしているんですね。この食材はですね、私たちの行いとか状態に関係なしに、殺人犯そう、寛容犯そうはね、もう全面的に許す、ね、そういう力を持った恵みである流れ。そしたら何ほど罪を犯しても天国に行けるのかというね、こういうことになる。しかしそんなことがあるはずがないとパウロは反論する。なぜかというと、この食材の恵みはですね、私たちをね、そいつをね、アダム以来創始者の十字架、その十字架つけた恵みでありね、そしてそれに根ざして御霊がね、死んだものをよみがえらせるかのように働く御霊の次元なんだというね、こういうまあ言ったら、まあ、食材の恵みに根ざしたね、御霊の次元ね、これをまあローマ書6章から8章で、ね、これもまあ言ったらコインの両面であってね、こちらだけを見てユダヤ人はまあ言ったらパウロをですね、そんな罪人をね、義と認められる、こんなスキャンダラスなね、こういうまあ言ったらね、恥知らずなこと言うなというね、そういう激しい攻撃をするわけです。それに対してパウロはですね、このまあ真正面からね、この問題をね、キリストの荒いに根ざした御霊の働きというね、次元の展開によってね、このまあ圧倒するというね、こういうまあ展開にローマ書のですね、この辺りでですね、このギルケンスのこのね、まあ読んだ限りはですね、ローマ書の仲介の中で最高の仲介書というね感じがしますね。本当にまあすごい、まあ、仲介者がいるんだなと、ね、まあ、教えられる本ですけども、まあ仲介書でもね、ハーレムハンドブックぐらいからの、そういう証拠的なね、ね、実用聖書仲介、ね、要約的なね、から、まあ、ティンダルのね、福音主義の、まあ、根本的な、いろんなものを取り入れた、ね、それからまあ、いう感じで、ね、こう、さらにね、周辺まで仕上がった仲介なので、ね、いろんなレベルがありますので、ね、まあ、一度まあ読まれたらいい本ですね、図書室だと思うので、ね、読まれたらですね、こういうフェイクをコピーして貼り付けてね、仲介書と製品パターンでフェイクの中にいっぱい書き込みしたりして、それ自体がまあ説教ノートみたいにして使ってね、聖書を開きながら説教したんですけど、なかなかまあ読んでて、そしてね、語ることによってさらに激しくなんか自分が揺すぶられるという、そういうまあ仲介書ですね。だからね、ローマ書の、まあ、破壊力をというかね、知ったという、まあ、仲介書でね、特に、まあ、義人と、ね、御霊の次元を、まあ、知る上で非常に有益な仲介書ですね。まあ、これはまあね、まあで、まあ、最後にね、半までですかね、半までね、ことされることね、これをまあちょっとやってね、
まあ、アドプションの教育と、ね、言われますけれども、ね、私たちは、まあ、神様ね、清い神様の前に ね、アダム以来、ね、そういう罪責と、まあ、罪の性質を背負った、ね、罪人、ね、で、まあ、ね、神様はそれを見られたら、ね、敵ね、罪に対してアレルギーを感じられる、まあ、存在ね、まあ、そういう中でですね、私たちはね、この疎外ね、疎外感を持つとね、ね、まあ、この疎外の問題なんかは、まあ、ティリヒなんかは組織神学の中でね、主要な主題としてね、扱ってますね、まあ、また関心あって読まれたら面白いかなと思うんですけども、まあ、これがですね、このね、まあ、神様とね、私たちね、ね、この愛の顧みに与えられるですね、関係に変えられるね、このね、アバ父よね、愛する声からね、ね、いう関係ですかね、神のことされる特権がお与えられるね、ということされるということはですね、これはまあ、宣言的ね、まあ、法的にですね、私たちは神のことをされるという側面とですね、まあ、その、まあ、個性の御霊を与えられるね、三色譜の御霊を与えられるね、ことされるアバ父ね、アバ父と呼ぶ御霊が与えられるという点でですね、まあ、これはですね、こう、まあ、主観的というかね、経験的というか側面もあるわけですね、ね、両面を持つ教理であると言われますね。で、まあ、私が、まあ、この点で一番教えられたのはですね、このまあアバ父ね、ということを、まあ、中心点に扱ったですね、この、まあ、ジェームズ・ビージー・ダンのね、まあ、英語版しかないですけども、ジーザス・アンド・ザ・スピリットね、ね、まあ、これの、まあ、アバ意識とね、威厳との関係を、まあ、包括的に、まあ、扱ったのが、まあ、まあ、私の、まあ、論文とね、いうことですけども、まあ、非常にですね、教科を超えてよく読まれた論文ですね、まあ、項目だけを見てもですね、すごいね。これはちょっと、まあ、スメ先生が、ね、沖縄に新婚旅行行く予定をですね、まあ、そんなとこ行くなって言われて、アメリカ行って勉強しなさいって言われてね、お金取られて、で、まあ、勧められてアメリカに行って、まあ、その時にこの本で、ね、出会って、この本の、まあ、目次を見たときにね、非常に感動したんですね、今は。ね、どちらにしても、まあ、ね、ペルカリスマの中にいますから、やはりこのね、威厳の問題 ね、でこれをまあ、アバ父よというね、まあ、何度も言うけど、まあ、8章の15節、16節ね、それから、メピオに入れる8章の、まあ、26節、27節ね、そういう、まあ、アバ父よというね、意識ね、そして、情緒的なね、パウロのいろんな意味そして、まあ、知性の祈りとかね、そして、まあ、霊の祈りとか
ね、3部、ね、コリント書、ね、14章、ね、ただしと賛美と霊の歌によって賛美しなさい、ね、エペソ書、ね、それからまあ、まあ、旧新約全体にそういうですね、判断の祈りとかね、まあ、試練の魂を注ぎ出す祈りとかね、まあ、含めてね、まあ、そういう、まあ、まあ、カリスマ的な、ね、まあ、この本は新約聖書に見られるですね、反映しているイエスと初代教会における、まあ、宗教的カリスマ的経験の研究のね、あの本なんですけどね、まあ、英語が読める人はまたね、あのぜひね、こういうのが読まれたらいいですね。まあ、本当に深いあの解き明かしがね、そして、まあ、あのそういうこのね、私の、まあ、確信はそういうこのね、あのパワー意識の派生としての、まあ、こういう、まあ、普遍的な形の異言での、まあ、祈りや賛美ね、こういう領域はですね、また教派を超えて普遍的だと思ってるんですね。そして、あの、まあ、異言で祈る祈らない別にしてですね、全てのクリスチャンはそういう、まあ、また次元を持ってるしね。で、まあ、そういうこの次元というものは、まあ、先ほども言ったようにも食材の恵みに出した見た目の次元をですね、本当にこう、まあ、いかに解放していくために非常に重要な次元、ね、で第三世界のそういうリバイバルなんかも天とカリスマ的な色彩を帯びているのもね、やはり人間のそういう、まあ、普遍性というかね、普遍的な領域に触れているとね、普遍的な次元ね、あるいは、まあ、あのジョン・ヴィ・テイラーなんかですれば、まあ、全人性に触れているというね、まあ、そういう、まあ、領域 ね、でその領域をですね、一つ、まあ、教理化していく上でですね、このことされることの教理という領域はね、こういうものをですね、まあ、扱うのに一つ、まあ、適したあの領域であると思うんですね。まあ、それで、まあ、いろいろまた資料を集めてちょっと、まあ、あの準備してるんですね。この本なんかは、まあ、歴史の中ですね、あの特に、まあ、近年、まあ、リフォームドですね、まあ、改革、まあ、オランダですけども、改革協会ではですね、サンシップの教理をですね、どういうふうに扱ってきたかという、まあ、あの文脈における、まあ、論争というね、そういう扱ってね、まあこれも牧田先生の資料からちょっとあのワンルーラーのね論文の中から関連の文献探してっていうのを見つけてこれちょっと買ってね、なかなか面白いで、まあ、サンシップね、個性の御霊ね、アバチチね、こういう領域と、まあ、こういうね異言の領域とかね、こういう領域をまあ関心を持って耕していただけたらなと思いますね。まあかなりあちこち、まあ端折りながらですけども、まああの、キリストのあるですね、救いの、まあ、始まりというところですね、まあ、関心を持ってね、この豊かな、まあ、畑をね耕して、他の畑からですねいろんなものを持ってきてね、やはりこういう基本的な聖書用語をね、ただ実りをね、よくね、説教の語り方をね、学んでいきますね。それでは、お祈りして。平川久志兄弟、一言お願いします。すみません。まず、広田信也君。お願いします。
的な判断はありがとうございます。